今日はやられ方についてです。イカが水の中に落ちた時と、建物の外に落ちた時、ちょっとだけ違うの分かりますか？水に落ちた時は、ちょっと溺れたモーションが出ます。逆に建物の外に落ちた時は、画面が真っ暗になります。まあこれは水の中とステージ外に落ちた時の、まあモーションが違うんですけど、どっちが吹き早いのかなって。なんかしょうもないかもしれないんですけど、ちょっとだけ気になったんですよね。なので今日は検証していきたいと思います。はい、強い。ちょ、めんどくさいな、あれ。ああ、なに？え、びっくりした。めっちゃびっくりしたんだけど。